赤い実線が事故機の侵入経路。なお点線は本来通るべき侵入経路エールフランス358便事故は2005年8月2日にカナダで発生した航空機事故である。悪天候の中でトロントピアソン国際空港に着陸を試みたエールフランスの358便が滑走路をオーバーランし43人の負傷者が出た。 2005年8月2日、エールフランス358便は、雷雨の中をトロントピアソン国際空港の滑走路24リットルに着陸したが、滑走路内で止まることができずに滑走路終端から300メートルほどオーバーアランした。機体は大破し、漏れ出た燃料により火災が発生した。脱出する際に使う避難シュートのうち2つが起動せず、一部の乗客は、 地面から2メートル近くの高さから飛び降りて脱出した。乗員乗客309人は全員緊急脱出に成功した。12人が重傷、31人が軽傷を負った。事故が起こって52秒後には緊急対応チームが到着しており、迅速な消火、救助活動が行われた。また事故がハイウェイの近くで起こったこともあり。 道路を走っていた一部のドライバーがパイロットを含む負傷者を自分の車で直接病院まで搬送した。機体は火災により全損した。この事故はエアバス A340 の運行中で初の全損事故である。負傷者は出たが乗員乗客全員が生還したことで、カナダの運輸大臣であるジャンラピエールはこの事故を奇跡と呼び、各メディアはトロントでの奇跡などと呼んだ。 乗客は297人で、内訳は、成人男性168名、成人女性118名、子供8名、乳幼児3名だった。また3名が、車椅子の乗客で、1名は盲目だった。乗客は、ビジネスマンや交絡客や学生で構成されていた。消損した、事故機カナダ運輸安全委員会の事故調査によって、エンジン、ブレーキ、スポイラー、 逆水力装置には問題がなかったことが判明した。また、事故当時は強風と豪雨という悪天候だったが、それだけではオーバーランは起こらないとされた。その後の調査によって以下の要因が判明した。TSB は最終報告書において原因はパイロットエラーと結論付けた。事故機は当時約2700メートルの滑走路が割り当てられていたが、 これは空港内で最も短い滑走路であった。さらにパイロットは ILS を使っていなかったにもかかわらず、高下率を見誤り滑走路の中央付近に設置してしまい、滑走路の残りは1200メートルほどしかなかった。そしてコールアウトが遅れ、逆水力装置とスポイラーの軌道が遅れ、減速が間に合わなかった。操縦士はフルブレーキをかけたが間に合わず、 滑走路をオーバーランした。滑走道端の地形については、1978年に発生したエアカナダ189便の事故の際に、滑走路の先に川岸があることが疑問視されたが、対策は行われていなかった。事故後、エールフランスから乗客2000から3700カナダドルと無料往復航空券が与えられた。 その後エールフランスは1200万ドルの和解金や空港を管理するカナダ連邦政府と裁判を行った。現在358便はこのルートでは使われなくなり、今は356便としてボーイング777から 200ER が使われている。運航中以外ではこの事故以前に整備中の火災および2001年にスリランカで発生したタミルイーラム解放のトラの 爆破テロ攻撃による全損が発生している。他には、トロントミラクル、ミラクルエスケープ、滑走路24リットルの軌跡などがある。ありがとうございます。